G 検定とは、うんと一言で言うとですね、えーと、ディープラーニングを中心とする人工知能とか機械学習とかデータサイエンスの知識、そしてその知識を、うん、と社会に実装するための、えー、と知識も問われている試験です。はい、で2017年から、えー、と始まった試験ですけれども、まあ、どんどんその知名度とか、えー、と上がってきたので、実は今まで年に3回、 試験が開催されていたのが、えっ、ー、と、年に5回に、2023年が年に5回になりました。はい。ですので、ほぼ1年中が G 検定の対策期間となるんですよね。はい。で、えっ、ー、と、合格率は6、7割と言われています。で、この合格率は、えっ、ー、と、すべての問題における自分が正解した割合ではないんですね。この合格率は全受験者数における合格者数の割合です。 で、えっ、ー、と、そもそも、その、あの、自分の得点率、総合得点率は公開されていないんです。あの、し知ることできないんですね。はい。えっ、ー、と、さらに、地位検定とはについて詳しいことを知りたい方は、こちら、監修させていただいた記事がありますので、ご覧になってください。はい、そして、地位検定はですね、えっ、ー、と、d ライトと呼ばれているデジタルリテラシー協議会が、えっ、ー、と、あの、定義したこうデジタル 人材が身につけるべきリテラシーの定義したものですけれども、えっ、ー、と、その中で、えっ、ー、と、大きく3つの領域があって、それぞれの領域に対してですね、AI、ディープランキングについては G 検定、データサイエンスについてはデータサイエンティスト検定、IT ソフトウェアについては IT パスポートがありますと。で、えっ、ー、と、まあ、G 検定はこの、えっ、ー、と、広く知られている D ライトの一つですよということですね。はい。 自意、えー、検定の出題分野ですけれども、まあ、あの次のページでその詳細が書かれているんですけれども、えー、と簡単に言うと、まあ、人工知能とか機械学習、ディープラーニングの技術的な内容だけではなくて、えー、とあとはです、ね、あの多くの方が苦手意識を持つと思われている分野ですと、うん、と AI に関する法律と規制ですねで、AI プロジェクトの進め方、契約ですとか、 そして、えっ、ー、と、最新技術について問われてる問題とか、そういったものも問われるので、そうですね、えっ、ー、と、技術だけではないですよと。あとは、数学も少し、えっ、ー、と、問われますと。例えば、まあ、今日、今日の <laughs>、あの、勉強会の中で数学の問題も出るんですけれども、数学、統計学ですね、ちょっと期待値を計算したりとか、データに対する統計処理を行ったりとか、そういった問題です。まあ、でも、数学の問題は一つの試験で、 10問未満ですね。はい。一方で、法律と倫理の問題は2、3割。もしかすると最近はそれ以上になるかもしれないので、まあ結構対策が重要となる分野ですで。こちらの詳細の主体分野に関しては、あの、資料を後ほどダウンロードしてご覧になっていただければと思います。はい。そしてですね、えっ、ー、と、実験をしたすべての方には、えっ、ー、と、 ちょっと、受験から2週間後ぐらいですね。えっ、ー、と、結果がメールで通知されるんですけれども、このように、えっ、ー、と、各出,出題分野ごとに、えっ、ー、と、得点率。しかし、あの、全体の得点率は、あの、知られてないですね。各分野の得点率だけです。はい。で、えっ、ー、と、まあ、あとは合格者数とかですね。 で、えっと、合格者には、このような、えっと、合格者の、こう、証明書みたいなのを発行されるので、こちらを、えっと、資料とかプレゼント化に使うことができます。はい。次に行きたいと思います。 ここから、えっ、ー、と、G 検定に関する、えっ、ー、と、学習法について話をしたいと思います。これはあくまでも私からのアドバイスでして、えっ、ー、と、皆さんそれぞれ好みとか、あの、今までの勉強スタイル、慣れてる勉強スタイルがあるので、まあ、あの、これを自分に合わないなと思ったら無理してそれに従う必要はもちろんありません。はい。えっ、ー、と、おすすめの学習法、その1位ですけれども、 あのなんて言ってもですね、えーと、なるべく多くの練習問題をこなすことが合格への最短の道ですので、えーとまあ、あの試験中は問題がたくさん出されて、時間かなり厳しいので、えーと、品質の問題を中心にですね、えー、とたくさん、えー、と練習をこなして、えー、と試験中にあの本番の試験中にその問題が出されたら、 あの感覚としてあ、この問題、あの類似した問題たくさんやったことあるので、もう自分の名前を答えると同じぐらいすぐにあの答えが出てくるぐらいじゃないと、本当に試験中時間がきつく感じてしまいます。はい。なので、繰り返し言うと、とにかくたくさんの問題を解いてください。はい。えっと、次はですね、覚えなければいけないことがかなりあるので、えっと、知識の覚え方を極めるということをですね。 えっと、知識の覚え方は、あの、やり方を人それぞれですけれども、私からの勧めのやり方としましては、これはもう、あの、小学生の頃から、あの、テスト前に実践してたんですけれども、目の前に、こう、お友達とか、あの、知り合いがいて、その人が自分にこの知識について、えっ、ー、と、質問してると、想像するんですね。で、自分の言葉で相手にこれを、あの、口に出して、こう、えっ、ー、と、説明をしてみると、 あの、不思議にですね、それが、あの、すごく、あの、脳に定着してくると、いつも感じてるので、はい、あの、仮想の質問者に自分の言葉で説明してみるのを、あの、実践してみてください。はい、あの、本当に効くと思います。で、えっ、ー、と、先ほど、あの、かなり難しいと言いました、法律と倫理の分野ですけれども、まあ、あの、一旦ですね、その、対策本で、えっ、ー、と、 しっかり勉強すれば、そのうちその出題パターンが分かってくると思うんですね。例えば、えっ、ー、と、リ理ニーでは、こう、あの、AI の出力が差別を引き起こすとか、えっ、ー、と、まあ法、法規制ですと、特に個人情報の扱い方に関する問題がかなりたくさん出題されるとか、まあ、他に法律で言えば、著作権法、特許法、 不正競争防止法。このあたりをしっかり理解していれば、えっ、ー、と、まあ、大体の問題は解けるとは思います。まあ、しかし、それぞれの法律には結構覚えるものも多いので、はい。えっ、ー、と、そ、そしてですね、まあ、2、3割って言いますか、もしかする3割以上出されるので、えっ、ー、と、この分野の 問題と選択肢は文章がかなり長いんですね。法律特有の表現とかもあるので、あの、テスト中にその知識を持てるかどうかとは別に、えっ、ー、と、問題文と選択肢を読むのにかなりエネルギーかかります。ですので、えっ、ー、と、一層ですね、法律と倫理がもし苦手であれば、それ以外の比較的得意な分野を先に解く、あるいは、えっ、ー、と、 先に解かなくても、あの、なるべく短時間で解いて、えっ、ー、と、法律と倫理の分野のために時間をセーブすることを強くお勧めします。あとは、えっ、ー、と、この分野の問題は問題文が読みにくいので、あの、適切と不適切の読み間違いがかなり高頻度で発生し,してしまいますので、とにかく適切と不適切を読み間違わないように気をつけてください。次に行きます。 はい、えと最後はですね、えー、と試験当日の、えー、とまあ心構えとか準備について話したいと思います。えー、といくら一生懸命勉強したとしてもですね、試験当日の,あのコンディションが良くなければ、えー、と勉強したものがちょっと全部と言わずちょっと無駄になることはありますよね。はいでえー、と制限時間は120分で、 最近ですと192か93問出るので、まあ1問あたり1分未満ですよね。計算するとわかり、わかるように。ということで、1箇所で長く悩みすぎると、あと少し考えればこれ解けるはずと考えてると、あっという間に時間過ぎてしまって、えっ、ー、と、後半の問題は手をつけられなくなるんですね。後半に実は自分が解けたはずの問題あるのに時間切れになって解けなかったらもう泣くしかないですよね。はい。ですので、まあ目安として、 あの、一分でも割と長いんですよ。でも、一分悩んでも分からない問題は絶対に後回しにしてください。で、自検定の、えっ、ー、と、受験のその環境にはですね、えっ、ー、と、分からない問題、後でもう一回戻って考えたい問題には、こう、マークをつけられるとこがあるんですよ。星マーク。星マークをプチッと押,押して、もう次に行きましょう。で、最後に必ずその星マークの一覧のとこから、えっ、ー、と、入って、もう一度確認してください。 ただし、ただしですね、えっ、ー、と、次に行くって言っても、そこわからないとこを絶対に空欄にしないでください。空欄にしたら、この問題が合ってる確率は、えっ、ー、と、まあ0、0%ですよね。あの、たとえ適当だとしても、えっ、ー、と、1個入れたら合ってる確率は0ではない。まあ25、25%かどうかは、あ、25%ですね。<laughs> はい。なので空欄にしないでください。はい。で、えっ、ー、と、 これから紹介するあの書籍と講座にも模擬試験がついているので、えー、と本試験と同じ実感制限を測って、えー、と解いてみてください。あの練習だからといって、あのこうあの緩い気持ちでやってると本番の緊張感に耐えられなくなるので、本番だと思ってしっかりとリハーサルしていただきたいんですね。あチャットであ、えー、とコメントいただきました。あ参考になっているということです。ありがとうございます。はい、G 検定は えっとちょっと自分もあの頻繁に受けていまして、あのその受けるときの気持ちの感じ方から、あのこういう資料を載せているものが生み出されています。はい。えー、っと、そしてですね、えーっと、PC を再起動してください。ブラウザを最新状態にアップデートしてください。あのたまにフリーズしてしまったというあの話も聞いたことあるので。 はい。そしてですね、えっ、ー、と、試験前に受験システムにログインした後にですね、動作環境を確認するためにサンプル問題が2問出されるんですね。しかし、この問題は、出されるサンプルの問題は、えっ、ー、と、本番試験と全く関係ない問題です。時々なんか難しい数学の問題が出されて、その、そのサンプル問題を見た瞬間に気持ちが泣いてしまう人が <laughs> いたりするので、よく覚えてください。サンプル問題は環境を確認のための問題です。 はい。あとは、準備すべきものですね。計算問題が出るので、紙とペンとか、余裕があれば、PC もう一台用意して、あの、Excel とか。で、あとはですね、あの、実際は試験中に正直算出する時間はほとんどないと思ってください。ただし、一応、お守りとしてですね、あの、自分で作った覚えられない用語のリストとか、えっ、ー、と、それから、あの、 好きな参考書の付箋をつけて、よくわかんないところ、付箋をつけて、とけてえっと、隣に置くとあの、心がすごく落ち着くので、えっと、はいあの、お守りみたいな資料を隣に置くといいと思います。 はい。あとは、えっ、ー、と、気持ちよく座れる椅子ですね。2時間もあるので。あとは家で受けられるので、インターネット上で家から受けられるので、まあ、何を飲んでも食べても、あの、誰も見てないので、あの、飲み物とか、えっ、ー、と、エネルギー補給の飴玉とか。<laughs> しかしですね、テストは1時、午後の1時から始まるので、えっ、ー、と、お昼ご飯は軽く食べてください。眠気が湧いてきちゃうので、それか、あの、終わってから食べるとか、<laughs> はい。 よろしくお願いします。で、最後ですかね。えっ、ー、と、正しい心構えですね。なんか試験中にすっごく難しい問題が出てくると、こう、そこでパニックしてしまうと、他の解けるはずの問題にも影響してしまうんですね。で、時々、地位検定には、えっ、ー、と、まあ、一回の試験で一握りぐらいですね。あの、 例えば、G 検定をやっている人、G 検定のを職業としている人でさえ聞いたことない用語が出てくることあるんですよ。で、えっ、ー、と、それらが出てきたときに、それ解けられなくても、えっ、ー、と、それだけでは不合,不合格になることはないんです。わあの私はそれを強く信じてます。えっ、ー、と、で、私の考えですとなぜこのような本にも載ってないような公式テ,ステキストにも載ってないような、えっ、ー、と、 あの、一見すごいマニアックな用語が出てくるかというと、まあ、教会側としては、えっ、ー、と、これらの知識は、ジェネラリストを目指す人として知るべきものではあるけど、おそらく知らないであろう。なので、えっ、ー、と、それらを解けなくても、 えっと、他の問題をしっかり勉強した人がちゃんと解けるように設計してあるので、しっかり勉強すれば合格できるようにテストを作られてるんですね。じゃあ、戻ると、なぜそのような、えっ、ー、と、未知の単語が、未知の用語が出てくるかっていうと、それを、あの、この試験をきっかけにですね、えっ、ー、と、知らなかったことを試験後に調べてみようっていう、あの、自ら勉強するモチベーションを与えるためだと思います。 これは私の考えです。もちろん私は教会とは関係してないのでわからないんですけれども。はい。まあ、ここで言いたいことはですね。えっ、ー、と、知らない用語で言ったときに、えっ、ー、と、これはおそらく他の受験者みんな、ほぼみんな知らないので落ち着いてくださいということです。